はい、この時間は第二スタジオにゲストの方にお越しいただいています。本日東証マザーズから東証一部銘柄に市場変更となりました、証券コード2148 IT メディア株式会社代表取締役社長の大槻俊樹さんです。大槻さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日から東証一部銘柄になりましたが、今のですね、率直なお気持ちを一言いただけますか。はい、今年の12月28日に、創業20年を迎えるということで、はい、ちょうど成人式、この年に、まあ、東証一部に、上場できたということで、まあ、大人としての第一歩を、歩み始めると、まあ、そんな気持ちでおります。わかりました。そしてその IT メディア株式会社なんですが、早速になりますけども、どんな会社なのかという概要を教えてください。はい、社名メディアという社名についておりますが、まさにメディアの会社でございます。特徴としては、1999年、ちょうどインターネットが普及期に入った時に誕生した会社でございますので、このメディアの乗り物、旧来の出版、新聞、プリント、あるいは電波というものから、すべてインターネットだけにフォーカスして、オンラインの専業として始めた草分け的なメディアの会社でございます。はい、特徴としては、ポータルやキュレーションという、まあ、最近流行りのメディアもございますが、そうではなくて、自ら100人の記者編集者、外部に1000人のレポーターを抱えて一次コンテンツを生み出しているということ、それからその分野は特に今進化の甚だしいテクノロジーにフォーカスして、このテクノロジーの専門性において際立っているというところが当社の特徴でございます。はい、まあ、そのテクノロジー専門のオンラインの専業メディアということですが、その理念ですね、元になるコアな思いというのはどういうところなんでしょうか。はい、皆さんご存知の通り、今 AI、IoT をはじめテクノロジーが我々の生活や、あるいは産業、社会を大きく変革しようとしていく時代でございますので、はい、この情報を持っているか持っていないかが、その企業の盛衰に関わったり、あるいは人々の生活に関わってきます。我々はその情報を的確に分かりやすくお伝えすることで、その情報格差をなくして人々の生活、それから企業の発展、社会の発展に寄与していきたい、こういったところが原点でございます。そうした御社のコアになるバリューといいますかですね、まあ、その差別化要素、他社とのところっていうのをお聞かせ願いますか。はい、まず昨今は、広告メディアとしてインターネットが一番大きな市場に成長してまいりましたけれども、はいはい、その恵まれたインターネットのマーケットにいるということ、そして、重複になりますが、これからの社会生活を変えていくテクノロジーにフォーカスしているということ、顧客に対してはデジタルマーケティング、これから企業にとって重要な新たなマーケティングの手法を提供している、この3点でございます。その今この掛け算の図、3つの掛け算が出ていますが、はい、まず先ほどおっしゃってた100人規模の専門の編集部隊、はい、プラス1000人のガイドさんですね、はい、これがまあインターネットで、テクノロジーというのが、これが月間2億5000万 PV ですか。はい、そして直営の営業の方ですね、はい、まあ、こちらもあると、この3つの席の総和がかなり大きくなっているということですね。わ、ね、はい、かりました。まあ、そうした御社ですけども、実際にこの業績どうなっているのかという業績面について教えてください。はい、実はマザーズに上場して直後にリーマンショックがありました。はい、まあ、やはり世界経済の厳しい、まあ、外的環境に阻まれましたけれども、はい、その後しっかりと業績を立て直し、近年では広告のモデルに対して新たなリードジェンという見込み客を発言する、はい、発見するビジネスモデルを開発しまして、はい、昨今はこの両輪で非常に経営が安定してまいりました。はい、このここ数年ですか、はい、もう極めて明確な増収トレンドとなってますね。はい、わかりました。そしてですね、続いてですが、経営者の視点からご覧になってですね、御社の強いところというのを教えてください。はい、重複になりますけれども、ビジネスモデルをしっかり作ってきたんですね。
コンテンツメディアを作っていく会社はそのコンテンツの質は得意なんだけれども、はい、なかなかビジネスモデルをうまく構築できない会社も多いんですけど、ね、当社はコンテンツの充実とビジネスモデルの実現というものを並行してやってきておりますので、はい、まあ、いわゆる発射台がしっかりできて、はい、その発射台の上にコンテンツを拡充していくということのエコシステムが、はい、出来上がっているということだと考えております。このコンテンツそのものの質の高さに加えてそれを収益に結びつけていく力というところがこのリードジェンとかというところになるわけですね。そしてこの図の今右上に出ていますがネトラボ、まあ、このロゴ見る方も多いと思いますけどもこちらについてちょっと掘り下げて教えていただけますでしょうか。こちらは今人々が皆様がお使いになるデバイス、パソコンからスマートフォンへということで、iPhone の登場以来2007年に登場して以来スマートフォンの普及が急拡大してまいりましたね、このネトラボというのはスマートフォンからコンテンツを閲覧するのにふさわしい最適化したメディアということで、主に20代30代のスマートフォンを中心に情報を取得する若年層にお届けしているメディアでございまして、これがまあ非常に規模が大きくなっているということでございます、はい、今でも月間で PV でも2億超えているということですね、分かりました。まあ、そうしたまあスマホ、まあ、従来のホームパソコンホームページ、まあ、スマホいろいろされていると思いますが、そうした御社の力を総合的に使ってですね、これからどんな成長戦略未来予想図描いているのかというところを教えていただけますでしょうか。まあ、こちらの絵にあります通り2045年シンギュラリティということで、この人工知能が人類の知能を超える時代を迎える、はい、そしてこのテクノロジーがあらゆる産業のプラットフォームになり、はい、前提になってくる、こういう時代を迎えるということでございます、はい、当社が進めている事業の役割がますます高まっていくということでございます、はい、IT メディアという会社の名前の通り、もともとはインフォメーションテクノロジーからスタートしましたけれども、はい、IoT をはじめこのテクノロジーのニーズはあらゆる産業、はい、全産業にわたっておりますので、この作ってきたプラットフォーム発射台の上にあらゆる産業をカバーするメディア企業になっていきたいと、はい、お届けする会社になっていきたいというのが今後のビジョンでございます。このここにもありますが、まあ、IT、IoT といったところ、はい、こちらですね、未来予想図、今お話しいただいたクラウドAI、AIoT、はい、こうもうこうなんていうんですかね、産業という言い方というよりもあらゆる産業の根底にベースとしてテクノロジーが入ってくる、はい、ということですね、まあ、その中で、まあ、御社の位置づけも重要性を増して、はい、存在感を増しています、はい、そしてちょっと最後の一文、テクノロジーメディアのナンバーワン、しかも全産業領域でのナンバーワンを目指していると、はい、この心についてちょっと一言教えていただけますでしょうか、はい、冒頭でも言いましたように、はい、テクノロジーが我々の生活、それから企業活動、はい、あるいは社会を変えていく時代になってきておりますので、はい、このテクノロジーの情報を持っているか持っていないかが、うん、個人においても企業においても競争力になってきます、はい、ですから使命としてはこの情報格差をなくしていくことで社会に貢献していきたいと、こういう強い思いで行っております。わかりました。そして最後になりますけども、こちらの番組、まあ、多くの株主の方、はい、それから投資家の方、まあ、これから株を所有してみようと思っている方もいらっしゃるかもしれません。そうした株主、はい、投資家の皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか、はい、テクノロジーが主役になる時代に当社のポジションは大変いいところに、ポジションにされていると思います。情報の機種として、常に最先端のテクノロジー情報を皆様にお届けすることで、社会に役立っていくと。まあ、この度東証一部上場ということで、まあ、大人の企業としてもますます皆様のご期待と信頼に応えられるように事業に邁進してまいりたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、この時間は本日東証マザーズから東証一部銘柄に市場変更となりました証券コード2148の IT メディア株式会社代表取締役社長大槻俊樹さんにお越しいただきました。大槻さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。